それでかっこいいんだ。桃介が作ったの、桃介が考えたのかなと思ったら、それはないな。どうすか、タクさん。これ。はい。OHM351 の 60B。こっちは OHM351、40B です。やっと来たんです、やっと。もう構想から半年。いや、素晴らしいですね。こうやって、黒のがいい、黒のが欲しいって言ったら、で、ね、ついに商品化、言ってみるもんだね。そうだね。言ってみるもんだなと思った。欲しい欲しい言ってたら、企画が通ったっていう。まあ、この間も紹介したけど、誰今くしゃみしたのデブラマン今くしゃみしたの。印象だわ。内緒だ。うるさいよ、撮影の邪魔だよ。気使って向こうで行っちゃう。そうなんか。いいでしょ、これ。いいね。黒なんてね、なかなかね。これが40センチ？そう、これ40センチ。これが60センチ。これが、そう。まあ、長さ的には、この差ってさ、うん、どうその。まあ、あとこれの重さだよね。まあ、そうね。まあ、これぐらいの差、別に長い方でもいいよね。こっちにしたから、そんな当たらないかって言ったら、うんまあ、そういう大差はない。もうシンプルさを求めるならもうこっちだね。そうだね、ほんと目立たない、目立たないっていう意味ではこれいいよね。ここにこうやってね、このつなぎ目があるだけでだいぶ見た目も変わってきますからね、うん、これだとさ、遠目に見たらさ、あのラジオのユーロアンテナタイプのやつとそんなに変わらない、うん、アンテナテクノロジーのアンテナは感度がいいという評判なんでね、もぐすけくんいいでしょ。いいですよ。来てください。いいですよ。来てください。良さについて語ってください。良さについて。アンテナテクノロジーの感度の良さ、感度の良さ。だ愛用してるでしょ、もともとアンテナテクノロジー。これもう2年前ぐらいから僕は愛用してます、はい、でこの60センチでも、まあ、60センチ、70センチぐらいのアンテナと比べてもう感度は体感的に差を感じないんで、まあ、短くて短いのがいい人は絶対もうこれおすすめです。え、なに、60センチと差がないのは分かるけど、もっと長いのとも比べていいの？ね、さすがにあの AZ350R とちょっと比べると明らかに、あ、それよりは、まあ、ちょっとね、落ちるのは分かるんですけど、まあ、350R ってこれ倍以上あるよね、長さ90センチ、まあ、短い割に感度がいいんでおすすめですね。なるほどね。これどっちを買うか迷うね。迷う。アタクさんどっちが、どっち派ですか？やっぱりね、数字の上でもね、こっちの方が上だから。まあね、確かに利得って言えば、そうそう、ね、そっちの方が。まあ一応ね、こっちです。そうです。なるほど。まあ2本目のアンテナとして買うんだったらこっちもいいんじゃないですかね。まあ何も持ってなかったら、とりあえず基本はやっぱこの60センチのアンテナで、デジタル回路線車につけてやりますって言った場合、基本の長さはこれかなっていう感じがするよね。あとあのステッカー付き。これね。これね。はい。いいでしょこれ。素晴らしい。あのうちのいいよ、うちの会社のデザイナーさん、仕事中に無理やり作ってもらった。それでかっこいいんだ。桃介が作ったの。桃介が考えたのかなと思ってたら、それはないな。あのプロデザイナーが、あのちょっと職権乱用して。これが自信あるの。デザインしたの？いやいや、しなの。あ、出しとこうか、この辺に。いや、出しとこうか、出しとこう。あの、テレビアマンから変な、変なね、変なデザインでやってきたら出しときます、この辺に。それ却下したんだ。却下した。はい、ぜひステッカーを作って皆さん、ご購入を検討ください、購入ページの方、説明欄にリンク貼っておきますね。そちらの方、チェックしてみてください。以上、長岡 HR420 桃助と兵庫 TF246 桃助と愛知 HZ76 デブラマン PA129 アタックでした。バイバイ。モーチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。